れを押し返すのはよっぽどのことじゃないと難しいです。でも簡単にこれを状況現状を打破すること、状況を打破することができます。それはずらせば、ね、これを発展させます。胸取りを、胸取りでグッと押してくる。グッと押してきたのをさっきみたいにパッと止めます。こう止めるんじゃなくて、こう止めるんじゃなくて真下にパッと下がります。止めました。そしてこれをこういう攻撃線が矢印が入ってますから、これをこう入ります。何でしょうか。押してきたのを受け止めます。ぐーっと押してますからね、ずーっとこの矢印が来てます。これをこうさばくんじゃなくて、ぐっと押してきたのをこう入ります。ずれただけでも、ずれたら相手の肩が返ってすごく楽になる。で、逆に相手しんどくなるんです。これいいですか。で、これがうまいこと攻撃線を外せてるかどうか、この矢印に自分の体がかかってないかを確認したら、止めて相手の顎をそっとこうガーンやったら喧嘩になりますからね、やめてくださいね。グッと取られたのを止めて、ずらして止めて、相手の顎を触ってあげます。もうここで止めてもいいです。で、これで相手しんどいですから、これがグッと押してきたのを体を変えずにこんなんしても強いです。相手の攻撃線にまだ自分の体が入ってますから。そしてギュッと押してきた、それをずらしてさっと触ってあげる。これだけでも相手しんどいですから、いいですか。ちょっとこれをやってみましょう。攻撃線を外して半身で相手に向かってみ、それでも十分や。顎をシューッとこうやって、これでも十分や。返そう思うから、ガーッこう攻めて、向こう向いてもらう、スッとこう入っていく。返さなくていいです、そんなに。押してきました。これを、ずれてる時に相手の方を見てないんです。ここを攻めようと思って、そうではなくて、やってるのはね、ずらしてるんですけど、さっきこれでやりましたよね。やってるのは、はい、押してきた、押してるのを半身に入ってるんです。半身で攻めてるから相手はしんどいんです。で、それともう一つ、はい、押してください。押してずれてるように見えるんですけど、こういうふうに動きをしてると、ここ見てください、相手の足というか、この手の攻撃の中に自分の足が残ってる。これ攻撃線外せてないんです。だからこの形で動いても、なかなか相手、これも苦しい、相手強いですよ、これ。やっぱりそうではなくて、ずらすっていうのは、やっぱりこのさっき言った仮想した矢印を外すんです。いいですか。かな、なんかついた、ちょっと今なんで回れへんの。この足の攻撃線、後藤さんの足が入ってるんですよ。攻撃線かわしきれてる、